ファルコン、メテオさん、メグイン TV 卒業おめでとうございます。私この動画見ましたけどですね、私の感想はまあ他の YouTuber と全然違います。まあとりあえずやめて正解、ブラック企業は、早々にやめて正解です。でこの若さですから、もう何十回何百回やり直し聞きますんで、で能力ある方たちなんで、自分でやっても全然メグイン TV 抜けれるんじゃないですかね。抜いちゃってください。私も頑張ります。まあ私は吹いて飛ぶような、レベルですけど、一緒に頑張りましょうよ。でさらに買ってきたのがね、このねスマートフォン、ホルダーですね。これベルボンのスマートフォンホルダーです。これいいと思いますよ、スマートフォンホルダー、はい、スマホ意外にすごいです。これ、幅何ミリだ、85ミリまで固定できるんで大丈夫だと思うんですけど、でネジの穴が4分の1 K ですか、確か、うん、耐荷重結構いいですね。はい、これいいですよ。これは8163のスマホだ。見てください、これ入ってますね。スマホホルダーちょっと挟んでみました。これでもですね、このトルクね、ボタン押しちゃってんですよね。これネックが、これトルクだとね、ボタンこっち側開いてるんですよ。こっち側ここボタン あるんで、こう押しちゃってますよね。あんまり良くないですよね、固定するのにボタン押して。トルク使うのにこれ良くないですね、はい、あんまり良くないかな、はい。でまあとりあえずマンフロットにこのホルダーで挟んだスマホをセットしてみたいと思います。テージモデルですね。これですよ。これフォルクスワーゲンミニバスですか。フォルクスワーゲン。さあ開けてみよう。フォルクスワーゲン。開けてみようよ。開けてみよう。これはフォルクスワーゲンはどこの国の、どこの国のメーカーだ。ドイツ。ドイツ。落ちてったガムで、ちょっと待って、まずこれがフォルクスワーゲンのナンバー11だ。ナンバー11フォルクスワーゲン TI だ。 TI 25馬力たった、ようわかんない。フォルクスワーゲン TI、はい、でこれでこれが入ってたガムですな。ガム入ってたガムですね。はい、入ってたガム、はい。でこれが今日の主役だ、フォルクスワーゲン TI。 おーかっこいいね、タイヤもいいね、完璧です。はい、はい、フォルクスメイドイン、タイ、タイランド。これはどこの、マジョレーテメーカー、マジョレーテっていうのかな。はい、はい、2018年また1月終わりまして、今12月の今日火曜、昨日月曜日で、今日火曜日休み、はい、今日18日終わりです。明日19日です。はい、そういう動画でした。今日の動画ちょっと途中最後邪魔入りましたけど許してください。はい、ご視聴ありがとうございました。皆さんも残り少ない、今年いっぱい頑張りましょう。それでは。